京成船橋駅は千葉県船橋市本町一丁目にある京成電鉄本線の駅である。駅番号は KS22、モーニングライナー、イブニングライナーなども含め、当駅を通る旅客列車はすべて停車する。当駅は東日本旅客鉄道、東武鉄道の船橋駅と近接しており、乗り換え駅となっている。当初計画では東日本旅客鉄道、 東武鉄道の船橋駅より北に駅を建設予定であったが、船橋市の中心市街地から離れすぎるということから、南側に変更された。東駅付近では直線的に市街地を貫通する予定であったが、住民の反対で急曲線に変更された。相対式ホーム2面2線を有する高架駅、駅長配置駅、以前は、湖泉橋もない地上駅であった。しかし、 列車の本数が多く、京成成田よりの船橋1号踏切は、開かずの踏切になることもしばしばあり、これを解消するべく、1983年より、渡見大見和宮下間 2.5km の高架化工事が進められてきた。2006年11月25日に、線路は高架化され、駅周辺の鉄道との平面交差はなくなった。そのため、 渋滞はほぼ解消されている。2009年3月24日には、商業施設、ネクスト船橋が開業し、長期にわたって行われてきた、高架化工事が終了した。ラッシュ時の駅ホームあたり駅より、京成津田沼方面の乗客が、東京都の都心方面に移動する際は、当駅で JR 線船橋駅に乗り換えた方が早く、到着する場合が多いために乗降人員が多く、 なっている。なお、総武快速線、京成本線総合で連絡運輸が設定されている駅は当駅のみである。北総線が京成高砂護駅まで延伸開業した1991年度以前は、当駅が京成線内全駅で最も上降人員が多い駅であった。1九9一年度から二千九年度までは押上駅に次ぐ第二位であったが、 成田スカイアクセス線が開業した2010年度に、京成高佐号駅と日暮里駅を下回った。1991年度の再ピーク時は1日平均乗降人員が14万人程度であり、1995年度までは13万人を上回っていた。しかし、その後は減少傾向が続き2004年度に9万人を下回った。2008年度に、 再度9万人を上回り、近年はほぼ横ばいの傾向にある。2019年度の1日平均乗降人員は9万3281人で、ある。京成線内69駅中、第4位。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。ペデストリアンデッキと再開発ビルである、船橋フェイスビルにより、当駅と東日本旅客鉄道、 東武鉄道の船橋駅が接続されている。さらに2007年11月17日からは、駅コンコースにも直結した。船橋フェースビルとコンコースをつなぐ通路は、船橋フェースビル2階通路と同様、早朝深夜帯は閉鎖されるため、当該時間帯は、地上の行道、横断歩道を経由する必要がある。当駅東口前には、 千葉県道39号船橋停車場線が通り、駅南側には、京葉道路、東関東自動車道、国道14号、国道357号、千葉県道156号船橋不動線が通る。当駅の駅ビルであるネクスト船橋には、レストランやフード、ファッション雑貨など、約20店舗の専門店を有する。以下、総武本線より、南側の施設等一覧。 1>, 1番2番バス停留所車ポ船橋前、船橋駅バス路線も参照。なお、当駅始発のバス停は、船橋駅の3番乗り場という扱いとなっている。また、船橋駅始発の路線にも、京成船橋駅バス停がある。反対に、船橋駅方向に向かうバスは、基本的に、京成船橋駅を終点とする。統計資料。ありがとうございます。